おっす。ということで、今回は、感動、一種感動ですね。これは感動だと思います。2月中、当店におけるスケジュール、非常に悲しいことがたくさん起こっております。まあ、雪でイベントができないとか、電車が止まっちゃったとか、まあ、いろいろありますけれども、まあ、一番は、ここ最近、学生の皆さんの中で結構流行り始めてる、そう。僕もかかったんです。インフルエンザが、なぜかまたここで、まあ、ピークはまだ後で来るなんて話に待ってましたけど、まただいぶ流行ってきてるみたいでですね。まあそのインフルエンザが、まあ病院行って検査すると、こう鼻にこういう風にやられてね、あれ、くすぐったんですよね。で、あれやった後に、まあね、10分ぐらいこう待ってね、陽性ですみたいな。インフルエンザですみたいな。僕が行った時なんか、1時間ぐらい待たされてね、でも辛そうだったら奥で寝ててくださいって言われたんですけど、あ、それだったら待ってる1時間の間寝かせてくれよとか思いましたけど、鼻のこれやった後に、一回、その、先生のいる部屋から抜けて横になって10分して戻ってきたら、いや、俺は絶対インフルエンザじゃなんかじゃないなんて思ってね、ガラガラって開けたらね、先生のデスクのね、上にね、インフルエンザとはみたいなね、紙がポンと置いてあってね、あ、白さん、インフルエンザですね、なんていう話になって、当店ですね、スタッフがだいぶ、協力してくれたおかげで、なんとか切り抜けられたんですが、まあ、出演者の皆さんの中でも、インフルエンザが流行られてるのは、もう、ね、ご存知だと思うんですよ。そこで、まあ、インフルエンザになったから、キャンセルってどうなんだろうって。いや、でも、先生出るなって言われてて、移っちゃう。まあ、それもそうだと。まあね、伝染病の一種ですから、まあ、それこそこの間、溶連菌なんて珍しい病気にかかったなんていうね、高校生もおりましたけれども。まあ、ひとたび外出ればもしかしたら移るかもしれない。うちのスタッフもね、もうみんな、一日一日必死に働いてますから。まあね、崩れたりした、するとやっぱりこう、いろいろバランスが崩れてくるんで。まあね、大事をとって、日付を変えるなどの、提案をして差し上げてるんですが、まあなかなか、本当それでいいのかななんていうふうに思うんですよね。でもやっぱりこう、体調は悪いわけなんで、移ってしまうかもしれないので、まあそれは無理だと。もうそこは仕方ないと。もう判断した上で、じゃあなんで、インフルエンザにかかった人に対しては手厚く対応しているのに、インフルエンザにかかったりそういうのしてなくて元気な人いるじゃないですか。で、元気な人に、ね、演奏しに来てもらって、楽しい雰囲気をお裾分けしてもらってるわけですよ、僕らは。って考えると、そもそも元気な人がもっとメリットないといけないんじゃないかと。俺元気です!言ってる人たちが結局うちに来てるんだから、やっぱそういう人たちがもっとこう、いい思いするべきなんじゃないかなと思って、じゃじゃん!かな、これペイントで書いたんですけど、筆で、いつも元気でありがとう、2014年季節違ったって書いてあります。これをですね元気な人たちにちょっとお配りしようと思って、まあこれをね、その、なんていうのかな、元気な人に対するご褒美じゃないんですけど、なんかそんな風に、元気な人によって結局なんか支えられてる気がするんで、なんかこういうものを作って、元気な人たちにもっといっぱい来てもらおうと。で、元気でいてくれたことで僕らも働けてるってことなんで、結局。だからやっぱそういう人たちにもっと頑張ってほしいし、もっといっぱい会えれば、楽しいことももっといっぱい思いつくかもしんない。なんかそんな風に思ったら、気がついたらこんなの作ってました。ですので、本日が2月の26日なんですけど、今日アフタースクールってイベントやってて、おかげさまで今日はインフルエンザだった子はいないんですけども、ただ一晩だけインフルエンザだったので、今日に振り返ったバンドとかが実際にはいるんですけど、まあそういうインフルエンザにかからず、この時期、この、春に向かう、ね、冬から春に向かうこの不安定な時期に、元気な人たちに、これどうか使ってくださいっていう感じで、もう元気でいつもありがとうありがとうっていう感じで、渡していきたいなと思います。で、まあ、使い方は、ドリンク代で一応入れるっていうふうにちょっとしてるんですけど、これね、知り合いのバンドとか行ったりするじゃないですか。だからそういう人たちは、ちゃんとチケット買ってあげてほしいんですよ。これはあくまで、あなたが元気でいてくれて、あなたのおかげで、僕らも元気でいられてますっていう、一応なんとなく感謝の気持ちで作りました。なので、いい感じに使ってください。せーの、昨日も今日も明日もそして明後日も、あなたが元気で
ありがとう。